こんにちは、富永です。いつもと違う感じでどうしたって思いましたよね。今日はいつも動画を見てくださってるあなたへ大事な報告があって動画を撮らせていただいています。なんと本日31日に2冊目の本が発売になりました。ありがとうございます。そして本のタイトルは、食欲コントロールダイエットのプロが教えるダイエット大全82のメソッドで永久に太らない体にです。これを事前に予約してくださった方もいると思いますが、2冊目の本を出せたのも本当にいつも応援してくださってる皆さんのおかげです。この本への私の思いは、一人でも多くの人がダイエットの苦しみから解放されてほしい、これだけです。1冊目の本との違いは圧倒的な見やすさです。前著は文字ばかりでしたが、今回はこのように文字を少なめにして読みやすい構成にしました。今日は簡単に内容を紹介するので、少しでも面白そうと思ったら Amazon や全国の書店で買って読んでもらえると嬉しいです。また最後にですね、本に対する思いを話しますので、ぜひ最後まで聞いてください。この本は5つのチャプターで構成されています。チャプター0、リバウンド0、食欲コントロールダイエットに任せなさい。チャプター0では、世の中にあるダイエットの最大の注意点について解説します。なぜあなたはダイエットを卒業できないのか、痩せるために一番重要なことは何なのか、この辺について詳しく書いています。チャプター1、ダイエットの常識は間違いだらけ。チャプター1では、ダイエット業界では常識されていることに切り込んでいきたいと思います。あなたは、食事量を減らせばとにかく痩せる。ベジファーストが正義。停滞期だからチートデイなどを考えていないでしょうか。これらは、一般的には常識されていることなんですが、に間違えています。チャプター1では、こうした世間一般ではダイエットの常識とされていることに切り込んでいきます。チャプター2、あなたがなぜか太る理由はこれ。チャプター2では、食欲コントロールダイエットの理論の根幹部分である、あなたが太る理由について解説します。人の体は本来太らないようにできている。頑張らずに食事量を減らせて痩せられる。基礎代謝が高ければいいわけじゃない。これを聞いて引っかかる人は、ぜひこのチャプター2を熟読してみてください。このチャプター2で話している内容が理解できなければ、間違いなくダイエットは失敗します。めちゃめちゃ重要なんだけど、多くの人に欠けている、なぜ太ってしまうのか、なぜ痩せられないのかを詳しく解説します。チャプター3、ずっと太らない体を作る食欲コントロールダイエット法。チャプター3では、食欲コントロールを成功させるための食事法についてお話します。痩せるパンの食べ方、ダイエットに最適な栄養バランス、摂りすぎると太る油など、食欲コントロールのために必要不可欠な食事法について具体的に書いています。ここも一般常識とは違う内容になっているので、食事について自信がない人はぜひ買ってみてもらえると、これまで間違っていた知識がアップデートされるはずです。チャプター4、楽々サイズダウンを叶える毎日の習慣。最後のチャプターでは、忙しい人でも実践できるダイエットを加速させる習慣を紹介します。 SNS を見ない方が痩せる理由、夕食での食べ過ぎを防ぐたった一つの方法など、無理なく痩せるための習慣をまとめています。この本を一冊読めば、ダイエットを卒業するために必要な知識が全て手に入ります。最後に、なぜ大変なのに本を出版するのかについて少しお話します。本を出す理由はですね、 SNS で届けられない人たちにこの食欲コントロールダイエットの情報を届けられるから、これのみです。どうしてもですね、私の SNS は当たり前のことばかりでバズらず、届けられる範囲ってのが広くありません。ただ本であれば、 SNS を見ない広い層の人に届けられる可能性が高いです。なので、もし良ければあなたの周りの SNS を見てない人にも私の本を紹介してもらえると嬉しいです。もちろん SNS でシェアしてもらえるのはありがたいですし、ぜひやってほしいです。最後になりますが、このダイエット大全が少しでも多くのダイエッターの救いになればと思っています。ではまた。